はい、こんにちは。今回は、カッコ外しっていうのをやります。で、前回までの家法と原法ね、カッコがある式で引き算は足し算に直したり、カッコとついた、カッコのついたね、計算をしていましたけど、これから先はね、カッコのない式で計算します。で、まずカッコの外し方なんですけれども、よろしいですか。カッコの前にね、何もないときね、そのままカッコが外れます。で、次ね、で、カッコの前と中ね、同じ場合、前と中ね、カッコの前の符号、記号と中の符号ね、同じときはプラスになるからね。で、前と中ね、違う場合がマイナスなの。これはしっかり覚えてね、もうこれが一番重要ですからね。政府の計算でね、カッコを外した後の計算ね、が最も重要になりますから、よく覚えてください。で、今までね、カッコのない式があったでしょ。カッコのない式ね。で、カッコのない式はプラスとね、カッコがね、省略されてるのね。だから 7-10、7-10、7-10 でね、この場合はプラス7っていうのがあって、マイナス10っていうのがあって、それに、まあ、足し算の形になってるね。これちょっと重要ね。だから、今日は、このね、カッコのあるやつをカッコのない式に直すから。で、あとは計算するのはもうね、2個の数字ね、2つの数字がもう基本ですからね。その2つの数字になって、プラスとマイナスね、どちらかありますかね。またはプラスプラス、マイナスマイナスありますけども、それの多い少ないで計算します。で、だからまずね、カッコ外れないといけないからね。ちょっと練習しますね。よろしいですか。で、よろしいですか。こうやってね、で、一番先頭何もないですね。だからそのまま外れます。そのままマイナス8ね。で、ここね、カッコの前と中が同じでしょ。同じだったらこれプラスになるからね。ここね、プラスね。で、1ね。 OK。で、何回もこれ見てね、練習してくださいね。次いきますよ。次、まず何もない時はそのまま外れますからね。プラス3で、ここね、これマイナス前の同じだよね。同じだったらプラスになるからね。だからプラス5って感じね。ここまでいい。だからまず、カッコの前に符号はね、記号と符号ね、同じだったらプラスね、同じだったらプラス、違ったらマイナスになるからね。で、次ね、次ね、次、何もないときそのまま外れるからね。で、ここ見てね、違うよね、プラスとマイナスね。違ったらもうマイナス、自動的にマイナスだからね、ここね、マイナス。OK。あ、大丈夫ね。マイナス9ね。OK。大丈夫？で、次ね、次ね、何もなかったら外れるからね。マイナス8、これ見たら違うよね。どっちがどっちでもいいんだよ。プラスマイナスでマイナスプラスでどっちでもいいからね。違ったらもうマイナス。これ自動的にやってるの、自動的にね。こう OK。 でね、次はね、そのままカッコない時はそのままだからね。いい？カッコない時はそのまま書いてね。こうでしょ。で、これ同じだよね。同じだったらプラスね。 OK。 大丈夫。で、次ね、次、これそのまま、そのままだからね、プラス12のことね。 OK ね。ここと同じね。これ何もないけど、これ、プラスつけたらプラス7だからね、これね。これ何もないからプラス12だから、そのまま12でいいです。12ね、12で、ここ違うよね。違ったらマイナスね。違ったらマイナス。ここでね、ここまでいいかな。ここがね、一番最も重要ね。だからこれ何回も止めていいから、ね、練習してね。あとテキストとかで、ね、練習してね。もうここ間違ったらもう計算終わりだからね。大丈夫ね。で、まずカッコ外しました。次、計算だよね。計算ちょっといくからね。
じゃあちょっとここを使ってやってますか。いいですか。ちょっとここを使ってね、練習しますね。嬉しい。で、まずカップ外しました。でね、したらね、普通ね、プラスとマイナスどっちかね、2つ入ってるのが普通だからね。大丈夫。したらね、これね、イメージしてね、マイナスが8個ね、プラスが1個ね、マイナス8個プラス1個ね。で、プラスマイナスね、絶対値でほら数直線で見ると消えてなくなっちゃうからね。だからどうやって考えるのかって言ったらさ、計算2数で考えるね。で、プラスマイナスどっちが多いか考えるのよ。で、プラスとマイナス見てマイナスの方が多いじゃん、マイナスがね。だからもうこの答えはマイナスなのな。で、いくつ多いのったら、いやね、7個多いね。だから答えはマイナス7ね、マイナス7。こういう感じ。OK。で、次のね、次、カッコ外します。プラス3、プラス5ね、外しました。これ見たらね、プラスしかないよね。プラスしかないね。だからこいつ、どっちが多いかじゃなくてね、両方ともプラスだから、プラスを数えるからね。これ今まで通りだよね、計算ね、3足す5のことだね。だからこいつはもうプラスの方をつけたらプラス8ね。どっちが多いじゃなくてね、これしかいないからね。だからプラス8ってなるわけ。いい？ですよね。で、次、マイナス4、プラス3するでしょ。どっちが多いのって言ったらマイナスの方が多いね。マイナス。これだよ。マイナス4とプラス3で考えていくね。マイナスが多いね。いくつ多いのったら、わかるよね。1多いよね。だから、答えは、マイナス1ってなんだよ。OK？ 大丈夫かな。で、次。次はちょっと消えちゃってますけど、この12行きましょうか。12プラスカッコマイナス6ね。で、カッコ外すと12、違う符号だからマイナスね。12マイナス6、12-6、プラス12だからね、プラスの方が多いよね。いくつ多いのったら6個多いよね。だからプラス6の答えと。いい？で、しばらくはね、このプラスの、ね、符号ね、しばらくつけてね、そのうちほらつけなくなるんだけど、最初のうちはプラスの符号をつけましょう。で、問題集の答えとかにプラス載ってなくてもいいですからね。プラスって書いてても丸ですから。しばらくは符号をつけて練習しましょうね。で、もうちょっと練習しましょうか。もうカッコ外すのが一番重要だからね。ここはね、しっかり覚えてね。じゃあちょっと行きましょうか。3問ぐらい書きましょうか。まあ、ちょっと分数やってみましょうか。分数だね。分かるね。じゃあこんな問題ね、いきましょうか。で、まず1番2番にしましょうか。まずカッコ外さなきゃいけないからね、カッコね。先頭に何もない時はそのまま外れるからね。で、ここ見てね、違うよね、プラスマイナスね。違ったらもうマイナスね。だからまず 1個目、カッコ外してね、こう。OK ね。で、次、カッコ外れたら、プラスとマイナス、どっちが多いか考えるね。これ、マイナスしかないよね。だからマイナスしかないから、マイナス数えるだけね。だから、マイナスいくつあるのったら、13足す8でね、21だね。だから答えはマイナス21ね。こういう感じ。OK？ 大丈夫？じゃあ、分数のやついってみようか、分数のやつね。まず、カッコ外さなきゃいけないんだね、カッコね。カッコ外します。
ここ違うよね。違ったらマイナスね。違ったら。カッコの前、前と中ね。カッコの前と中が違ったらマイナスね。で、3分の1。で、ここで、これ分数だと通分ね。通分。これ12分のだよね。3、4、12だから3倍ね。12分のね。4倍だから8ね。ここでね、間違えたないためにね、塾では分母を1個にするからね、これね、1個にして上に乗っけるからね、上にね、こうね、 OK で、上だけで今のやるのね、今ね、2数をやるのね、2数プラス3、マイナス8だからどっちが多いのって言ったらマイナスが多いよね、マイナスね、マイナスいくつ多いんだったら5個多いよね。ですからとりあえず答えはそのまま書くよ。今こうなっちゃうのね、だからでね、マイナスがあったらさ、符号はね絶対棒のね、分数の棒の前に絶対書いてね、いい、こんな感じね、これ答え、こういう感じ、ここ注意ね、ここ注意ね。だからこれからちょっと長い式が出てくるけどもね、基本的には最後はな、2数、足し算引き算、加法減法の場合ね、場合の計算は最後は2個の数字なんだね、2個の数字にして、まあ、こんな形でね、でどっちが多いかを考える、まあ、同じ、長い式だとどっちが残るか分からないけどね、残らなかったら、まあ、片っぽね、プラスプラス、マイナスマイナスだよね、まあ、基本的に2個ね、プラスマイナス残ります。ですからまず今日やってるのはね、もう今までね、カッコついててカッコをねつけたままね、符号を変えたり いろんなことをしてましたけど、実際にはねカッコのない式ね、カッコを省いたね加減の式に直してからいくからね。でね、カッコのない式っていうのは今これですね、ここですね、これね、こういう式はね、プラスとカッコが省略されてるのね。で、例にも書いてありますが、この例だと、こいつだとね、どうなんですかって言ったら、足し算の形ね。省略されてるのね、省略しないで書いてみなさいって言ったら、こうね。こうなんだね。こう。この意味ね。これ。こう。OK? 大丈夫ですか？大丈夫ね。で、カッコを外して、計算。で、カッコの外し方もう一回復習ね。カッコの前に何にもない時、何にもない時ね、何にもない時、何にもない時はそのまま外れます。で、カッコの前と中ね、同じ場合はプラスになりますよと。で、カッコの前と中が違う場合ね、違う場合、順番関係ないからね、順番が関係ないからね、違ったらマイナスになりますと。で、2個の数字になりますから、計算はね、プラスマイナスどっちが多いか、どっちが多いかを考えて、いきます。大丈夫ですか？で、ここ最も重要ですからね、十分に練習して、できるようにしましょう。はい、ありがとうございました。